した活動もなかなか難しくなってしまって、1年ちょっと前ぐらいまでの活動とか、なんかそういう昔のことがすごく輝いて見えてしまう時期があったんですけども、そういう時もでも今の状況を受け入れて進んでいくしかないなと思って書いた前向きな歌です。聴いてください。歌います。Thank you.